はい、毎度ホーム 221B の渡辺です。皆さんお疲れ様でございます。さあ、間もなくねクリスマスということなんですが、やっぱりもうこの時期悩むのがクリスマスプレゼントじゃないでしょうかね。皆さん悩んでないですか？僕もですね、会社の忘年会兼クリスマスパーティーみたいなのがあるんですけれども、そこでですね、1000円以下で、プレゼントを買ってこいと、それでプレゼント交換をしようとなってるんですね。1000円ってめちゃむずくないですか？せめて1500、2000円ぐらい欲しくないですか？じゃないとね、1000円って何が買えるかなと思うんですよね。こういうの会社とかでやっぱりあったりしますよね。本当にね、この時期もう悩むんですよ。もうプレゼント良くないとこもね思ったりするんですけど、やっぱりもらったらね嬉しいのでね、ちょっとね皆さんのねあげたいなと思って、クリスマスプレゼントなんかもコメントで聞ければなと思いながら、はい、まあクリスマスね、間もなくということで、今日はですね、クリスマスに遊びたい、みんなでやったら楽しい、もちろんカップルでやっても楽しいと思えるボードゲーム、僕が選んだ3つをご紹介していきたいなと思います。まあ、この後にねルールをね紹介していきます。じゃあまず3つざっとご紹介しますね。まず1個目がですね、こちら、バン、ニューヨークスライスというゲームでございますね。このピザみたいな箱に入ってます。まあ、ニューヨークスライスというぐらいなので、まあ、テーマはピザなんですよね。こちら2から6人用でプレイ時間30分のゲームとなっていますね。でこれなんですけれども、なんでこれ選んだかというと、あのクリスマスってピザのイメージないですか？ピザーラとかピザハットとか頼むイメージないですかね。僕ね、割とケンタッキーとかよりね、チキンよりもどっちかというと僕はピザ、しかも僕がねピザ大好きっていう、チーズが大好きでピザが大好きっていうので、これクリスマスに遊んだらいかがかなと思って選んでみました。で、このちなみにニューヨークスライスはですね、もともとはモットホイップをっていうゲームがあるんですね。はい、それはですねケーキがテーマになってます。でそのケーキがテーマになってるモットホイップをリメイクしたのがこのニューヨークスライスなんですね。だからまあケーキの方がある意味クリスマスっぽいわ、クリスマスケーキっぽいわと思うならモットホイップを買った方がいいし、いやいやクリスマスピザで十分、ピザで楽しいと思うならニューヨークスライスを買っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、若干ねルールの違いはあったりするんですよ。モットホイップは割とシンプルで、こちらニューヨークスライスはちょっとオプションの追加のルールなんかが、されてたりして、ちょっとより複雑な、濃厚な戦いができるんじゃないかなと思います。まあ、もっとホイップをニューヨークスライスをあなたの好みで選んでください。今回ニューヨークスライスの紹介です。さあそして次がですね、お前どんだけピザ好きやねんって話なんですけど、こちらです。バーン、マンマミーヤですね。こちらもですね、ピザのゲームになってます。こちらウーベローゼンベルクのね結構昔の作品のカードゲームなんですけれども、求められるのはですね記憶力と直感力と勢いが求められるんですね。で、まあ、ピザ大好きやからねピザ作品をちょっともう一個入れたかったっていうのもあるし、ニューヨークスライスなんですけれども、こちら2から6人用となってましたよね。正直2人だとちょっと物足りないかもしれないですね。最低3人は欲しいかなっていうところです。なんですがこのマンマミーヤはですね2から5人用なんですね。でプレイ時間40分のちょっとまあ長めではあるんですが、2から5人用です。でもこのマンマミーヤは2人でやっても十分楽しいんですよね。むしろ僕は2人での戦いの方が濃厚な戦いになって僕は結構好きだったりするんですけれども、まあやっぱりクリスマスってカップルで過ごされる方も多いと思いますので、このね2人で遊べるといいなと思ってマンマミーヤも一つチョイスさせていただきました。さあそしてクリスマスに遊びたいボードゲーム最後3つ目がですねこちらです。バン、ゲシェンクでございますね。こちらはですねゲシェンク、リボンがついてますよね。まあ、ゲシェンクってドイツ語なんですけれども、日本語に訳すと、まあ、贈り物、プレゼントっていう意味があるんですね。やっぱりクリスマスといえば贈り物、プレゼントじゃないですか。なので素敵なプレゼントを分け合おうぜっていう意味でちょっとこの、ゲシェンクを選んでみたんですね。まあこれプレゼントをあげるんですが、このプレゼントって実はねゲームのテーマ的には受け取りたくないプレゼントなんですね。まあこの後ルール紹介していきますが、そちらでぜひチェックしてください。こちらの、ゲシェンクはですね3から7人用で、プレイ時間お手軽の20分です。3から7人用なので、こちらはですね割と大人数で、クリスマスパーティーやられる方にはかなりおすすめのゲームになっていますので、ぜひやってみてください。ではですね、今からですねニューヨークスライス、マンマミーやゲシェンクの順番でルールをご説明していきたいなと思います。
はい、ではまずニューヨークスライスのルールをご説明していきたいなと思いますが、ニューヨークスライスはですね、2から6人用でプレイ時間大体30分で8歳以上のゲームとなっていますね。で、まあこのニューヨークスライスはもうなんといっても見た目ですよね。もうザ・ピザ、ここまでピザ感のあるゲームっていうのはないと思います。で、このニューヨークスライスですね、開けてみますと蓋の開き方も素晴らしいですよ。上にパカッと開くんじゃなくて、こういう風にちゃんとピザのような開き方をします。ここのこだわりもかなりいいですよね。で、まあ開けるとですね、まあ今回ちょっとね、動画的にこんな感じの方がいいかなと思って、もう最初からこんな風にピザを並べておきましたが、本当はこのピザピースがですね、ぐちゃ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 たくさんと入っていますね。ちょっと一回ね、こんな風に並べてるんですが、まあ写真とかね撮るときはね、一回こういう風に並べてみるとかなりもうザ・ピザ感がね出ると思います。まあこんな風にピザピースがたくさん入っているのと、あとね、こういう本日のスペシャルっていうタイルが入っています。これはですね、まあ書かれてる内容は本当に様々なんですが、まあこれをですね、プレイヤーが持っていると、まあそのピザの得点のね、計算の仕方がちょっと変わってくるっていうところですね。まあいろいろありますね、本日のスペシャルで。あとこちらすごいのがルールですよね。ルールブックがですね、グランドメニューとか書いてるんですよね。もうピザのメニューみたいな感じの作りになっています。こういう細細なこだわりかなりいいです。で、さらにさらに得点のね、計算するための得点表が入ってるんですが、得点表がこちらです。会計伝票という名の得点表なんですね。こういうこだわりもかなりいいですよね。そう、もうコンポーネントにこだわってこだわってこだわられたゲームがこのニューヨークスライスなんですね。でも見た目の割にめちゃめちゃ頭使います。見た目可愛い、こんなに美味しそうなのにめちゃめちゃ頭使うゲームになっているんです。じゃあどんなゲームかね、ざっくりとご説明していきたいなと思います。じゃあちょっとね、このピザを一回出しちゃいましょうかね。あのね、本当に見た目はこんなに可愛いのにここまで悩ましいかっていうぐらい悩むゲームになっています。じゃあちょっと一回箱をどかしちゃいましょう。はい、よいしょと。で、今回ですね、ちょっとインスト用に、ルール説明用にね、架空のプレイヤーを連れてきました。まず一人目がですね、こちら鉛筆削りくんですね。よいしょ、はい、鉛筆削りくんで、二人目がこちらスプラトゥーンのイカちゃんですね。よいしょと、ちょっとこの辺がいいかな。はい、そして最後がですね、こちら親指くんですね。はい、こちらですね。で、最後僕というね、渡辺の、まあ今回4人プレイでやっているっていう設定でやっていきたいと思います。で、プレイ人数によってはですね、使うピザの枚数っていうのは変わってくるんですけれども、まあ4人プレイだと全てのピザをね使うので、まあそのあたりもね、ルールブックをね見てね判断していただければなと思います。で、毎回ですね、親を決めていくんですね。じゃあ今回僕が親だとしましょう。はい、親はですね、ラウンドごとに変わっていきます。で、これね、11枚で1つのピザができるんですよ。これが11枚で1つのピザができるので、まず11枚バーって適当にシャッフルして、よくピザをシャッフルして11枚並べましょう。で、残りもですね、11枚ずつ、これでね11枚あるんですが、11枚ずつ山を作ってください。これで1ラウンド目に使うやつで、2ラウンド目、3ラウンド目、4ラウンド目、5ラウンド目、6ラウンド目に使うっていう感じですね。1ラウンドで11枚使います。で、3枚余ります。はい、3枚余るんですが、この3枚は誰も見ずに箱にしまっておいてください。3枚ランダムで抜かれているという状態ですね。はい、ではこのちょっとね、ピザの山をこのラウンドではちょっとね使わないので、端の方に寄せておきましょう。だからね、意外と、まあ、ピザ自体はちっちゃいんですが、ちょっと結構バラ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 していくので、ちょっとテーブルはね広めの方が余裕を持ってできるかもしれないですね。はい、でやっていきましょう。では僕が親だとしましょうか。ってなった時に、まずですね、親はですね、この本日のスペシャル一番上からペロッとめくります。そしてチーズ入り生地というのがめくられました。このチーズ入り生地はですね、ゲーム終了時に持っていたらですね、得点計算時に追加の5点を得ることができるんですね。まあ、このゲームざっくり言っちゃうと、得点を一番稼いだ人が勝ちのゲームです。まあシンプルなルールですよね。で、まあこのピザいろいろあるんですが、例えばこれ6って書かれてるピザがありますよね。6って書かれてるピザをゲーム終了時に持っていたら6点ゲットっていうわけではないんですよ。この書かれている数字何かっていうと、このピザは
全部で6枚あるよっていうことを表してるんですね。はい、例えばこの5って書かれてるピザは全部のピザの中、あっちにねはけたピザも込み込みで全部で5枚あるよってことなんですね。だからちょっと今回はまあこれとかだったらね全部で11枚あるんですね。この数字は3から11まであるね。3枚しかないピザもあるし、こんな風に全部で11枚あるピザもあったりします。はい、で今回ちょっとルール説明用に、ちょっと分かりやすいレイアウトにしてみたんですが、だからこの6のピースは 1,2,3,4,5,6 とありますよね。 6のピザは 1,2,3,4,5,6 とあります。はい、なので例えばですよ、例えばゲーム終了時にこのピザをね切り分けていくんですが、この後このゲーム終了時にこの親指くんが6を3枚持っていました。でこの鉛筆削り君は6を2枚持っていました。でこのイカちゃんは6を1枚だけ持っていました。ってなった時に数字ごとに見ていくんですよ。どういうことかっていうと、この3人の中で6を1番持ってるのってこの親指くんじゃないですか。でな、3枚持ってますからね。この人1枚やし、この鉛筆削り君は2枚しか持ってない。ってなった時に6を1番持っている親指くんが6点をゲットできるっていう風になってるんですね。その数字を1番持っている人がその書かれている数字を得点としてゲットできるっていうゲームです。じゃあこの1枚しか持ってない2枚しか持ってないっていう人のこの得点はどうなっていくかっていうと、得点は0なんですよね。つまりとにかく1番持たないと効果を発揮しないんですよ。得点として発揮しないんですね。で例えばこういう状態だったとしましょうか。全員が6を2枚ずつ持ってたとしますよね。全員1位やん、同率1位やん、6枚ずつゲットできんのかなって話なんですが、そうじゃないんです。このゲームね、見た目によらず本当にシビアなんですよ。この場合は、同点の場合は誰一人として6を得点として得ることはできません。とにかく1位にならないといけないんですよ。で、こんなね、コンボピザっていうね、数字、ピザもあるんですよ。これ面白くて、4と6って書かれてますよね。これは、6だったらば、これが 0.5 扱いになるんですよ。つまり、例えば親指くんがこういう状態でした。2枚と6を2枚とコンボピザ、6のコンボピザ持ってました。そしたらこの2人は2枚ずつしか持ってないですよね、6を。でもこの親指くんは2枚と 0.5、 つまり 2.5 枚6のピザを持ってるっていうことで、僅差でこの親指くんが6点をゲットできるっていう風になってるんですね。このコンボピザね、結構味噌です。 0.5 でギリ勝てたっていうのがね結構あったりするんですよね。であとこういうね、アスタリスク。まあ、これはジョーカー的な扱いですね。これを持っていれば6、3枚みたいな感じになったりするし、あとはですね、これね、アンチョビ。あるでしょ、この魚。このピザを持ってると、この人は、得点計算時にゲーム終了時にマイナス1点食らっちゃいます。アンチョビね、3匹乗ってるやつとかあったりします。アンチョビの数だけ得点ね、失点となってしまうんですよ。まあ、ざっくり言っちゃうと、そんなゲームになっています。ではゲームの流れをね詳しく説明していきましょう。とにかくその数字で1位にならないといけないんですね。まあ、こんな感じにしましょうか。まあね、ゲームちょっとねルール説明用にやりましたが、6が実際ねこんなにね最初から揃ってることっていうのはまあないですからね。今回ちょっとルール説明用でやってみました。では僕が今親です。さあ親になりましたら、この本日のスペシャルをまずめくりまして読み上げてください。で親はまず切り分けるんです。ピザを何等分に？4等分です。なぜならば4人でやっているので、4人でピザを美味しく食べましょうよね。さあでは親が4等分に切り分けていきましょう。プレイ人数の数だけ切り分けます。でこの切り分けるのが面白い、かつ一番悩むところがこのピザを切り分けるところなんです。このゲームね、早く食べたいでしょ。でもしっかりと悩んでください。じゃないと勝てないです、このゲーム。で切り分けるんですが、ここも面白いんですよね。並び替えないように切り分けてください。適当にというかね、しっかりと切り分けてください。だからこういう風にね並び替えたりするのはダメです。切り分けた状態で切り分けてください、そのまま形を変えずに。でこの時切り分けるんですが、等分じゃなくていいです。とにかく4つに分かれてればいいんです。だからこういう切り分け方とかでもいいんですよね。
大体同じサイズじゃなくて、本当にもうこういうね雑な切り分け方でもいいんですよ。これでも 1,2,3,4 等分じゃないですか。等分ではないね、4つに分かれてますよね。とにかくプレイ人数の数だけ親は悩んで切り分けてください。で、切り分けたらこの本日のスペシャルをどれか1個に置いてください。はい、 OK ですか。この本日のスペシャルはピザとして扱うこともできるんですよ。どういうことかというと、例えばこういう風に3つに切り分けて、これをこう置いて 1,2,3,4 つっていう考え方もできるんですね。だからこれをピザとして扱うか、それとも4つにピザを分けといて1個として1個に乗せるかっていう風な考え方ができます。どちらでも構いません、本日のスペシャル。では一旦ですね、こんな風に切り分けてみましょうか。はい、で1個に置きましょう。で、親が切り終わりました。ここしっかり悩んでください。さあ、そしたら左からです。親の隣左から、その鉛筆削りくんから、この4つの中のピザ1つ選んで手元に置いていくんです。ここはね、まあ4択なのでそんなに悩まないですね。自分の得点集めたいものをゲットしていきましょう。じゃあこれだったらもう6、3つ揃ってるから1位取れるんちゃうの、しかもアスタリスクやしみたいな感じで、じゃあこれを取りましょう。はい、で、ここで引き取ったら、鉛筆削りくんはこのピザ、今取ったピザを食べるか食べないかっていうのを選択することができるんです。食べるって選択したら、このピザを裏向けてください。食べるとどうなるかっていうと、これね、ピザごとに、まあ、乗ってないのもねあるんですけれども、サラミが乗ってるピザがあるんですよ。これとかね、1枚乗ってますよね。これとかだったら3枚のサラミが乗っています。サラミはですね、食べておけば得点になります。だから今引き取った段階でこのピザを食べるってすれば、鉛筆削りくんは今ですね1点得点することができたんですよね。うん、ちなみにゲーム終了時に、これ食べてなかったサラミ分はどうなるのってお話なんですが、ゲーム終了時食べてなかったやつは、これ別に鉛筆削りくん 1,2,3,4 でサラミ乗ってるんですけれども、追加で4点得ることはありません。食べないとサラミは得点にならないんですよね。うん、じゃあこの食べるメリットって何かっていうと、まあ例えば、このね、鉛筆削り君今引き取りましたが、うわ俺もう6で1位になることできへんわってなったら、もう6を揃えても意味ないんですよ。だったらば食べとこうぜっていう風な得点の仕方ですね。で、この食べるか食べないかっていうのは、引き取った段階でしか決めることができません。後のラウンドで持ってる、これね、ずっとピザ溜まっていくんですが、後のラウンドでやっぱり食べるっていうのはできないんですよ。やっぱりそりゃそうですよね。ピザは出来たて、今食べた方が美味しいんですよ。後のラウンドで冷めたものを食べても美味しくないでしょう。そういう考え方ですね。とにかく今引き取って食べるか食べないかっていうのをしっかりと判断していきましょう。さあ、そしてじゃあイカちゃんがね、私じゃあこれがいいわ、じゃあ親指くんこれがいいってなって引き取って、で親は必然的に残ったものを取らないといけないんですよね。はい、でこのスペシャルは一緒に引き取ります。はい、だからまあこれをゲットしたってことはですね、僕は今追加の5点がですね、ゲーム終了時に確約されたわけですよね。はい、これで1ラウンドが終了です。さあ、そして2ラウンド目なんですが、先ほどね準備段階で作ったピザの山ありますよね。この中から1つ鉛筆削りくんは選んでください。じゃあこれを選びました。次、親はですね時計回りに回っていきます。で、次鉛筆削りくんはこのピザを円形に並べていきましょう。これ必ずこういう風に順番に並べてくださいね。こういう風になんか適当に並べるのはダメです。ちゃんと円形に、半時計回り時計回りどちらでも構いませんので、円形にしっかりと並べていきましょう。はい、こんな感じですね。で、この取っていったピザはですね、得点ごとにまあ並べておくと見やすいですよね。はい、こんな感じですかね。よいしょと。はい、ってなってまた本日のスペシャル鉛筆削りくんがめくりましょう。ピラッと。はい、そしたら次、昨日の残り物っていうのが出てきました。これはですね、得点計算時にですね2点失うんです。いいものばっかりじゃないんですね、本日のスペシャルは。やっぱりマイナス効果もあります。だからこのゲームは面白いんです。しかも本日のスペシャルいっぱい効果があります。もうあのね、
特典だけじゃないんですよね。本当に多種多様な本日のスペシャルがありますので、で毎回違った楽しみを見せてくれます。で1回持っておきましょうね。で鉛筆削りくんが切り分けます。こうしようかな、こうしようかな、こうしようかな、こうしようかなっていう感じですね。もうこの切り分けのね、悩む感覚ぜひ味わってほしいです。ほんまに悩むんですよね。はい。で鉛筆削りくんが一つに乗せます。で鉛筆削りくんの左隣のプレイヤーから取っていく、イカちゃんから取っていきましょう、取っていきましょう、じゃあ僕はこれを取ろうかなみたいな感じで残った鉛筆削りくん、親は必然的に残り物を取るっていう流れですね。はい。でこれを繰り返していきまして、すべての山がこれもこれも、これもこれもなくなるまでやった上で、得点終了時に一番得点が高かった人は誰かっていうことですね。切り分けとにかく悩みます。本当に悩むんですよ。であとね、本日のスペシャルのもねいっぱいあるんで、ちょっと紹介しておきましょうか。せっかく、例えばこの裏メニューとか面白いんですよ。ただこの裏メニューっていうのを取ったら、直ちに箱にしまっている3枚、最初使わない3枚ありましたよね。じゃあ3枚をですね、はい、持ってきましょう。でランダムに1枚受け取って食べるか確保しておくかっていうのを決めてくださいとかね、ちゃんとこの抜かれた3枚にも実は意味があるんですよ。あとは同点勝ちとか面白いですね。先ほど最初に言いましたよね、この同点だったら意味ないって言いましたよね。同点だったら両方ともゼロになりますって言いました。1位じゃないと意味がないと言いました。でもこの同点勝ちのタイルを持っていれば、同点だった場合に得点として得ることができるんですよね。そんなスペシャルなんですよ。まあ本当にね、いろんなスペシャルがありますので、もうこれはぜひ買ってやって確かめてみてください。もうとにかくこのピザの切る時の悩む悩む悩む具合をぜひ味わってください。そしてゲーム終了後に素敵なピザのおしゃれな写真を撮ることができると思いますので、このニューヨークスライス悩むに悩んで、ぜひクリスマス楽しんでみてください。さあではお次はマンマミアのルールをご説明していきたいなと思います。ウベル・ローゼンベルク作のマンマミアというボードゲームなんですが、こちらはですねプレイ人数が2から5人で、プレイ時間はだいたい40分となってますね。あのカードゲームなんですけれども、意外と重いゲームになっています。で対象年齢はまあ10歳以上となっていますね。で先ほどのニューヨークスライスはピザを食べる、まあね、お客さんとしてピザを食べるゲームだったんですが、こちらは逆でピザを作っていくゲームなんです。さあでこのマンマミア、見かけによらず記憶力が必要なゲームになっているんですよね。で記憶力と少しの決断力が必要になってくる、とても面白いゲームになっています。ではこのマンマミア詳しく説明していきましょう。で2から5人用なんですが、まあ、2人でもね十分面白いので、今回は僕渡辺とこの親指くんの戦いっていう設定でねご説明していきたいなと思います。で使うにあのプレイ人数によってね、このトッピングカードというのが入っているんですが、使う枚数はね変わってくるんですが、一回ちょっとね、全部使っていきますね。で、まず準備といたしまして、レシピカードというのがあります。で、このレシピカードですね、5人でできるので、5人でやる場合はまあ全部使いますね。で今回2人なのでどれか1色選んでください、プレイヤーは。じゃあ今回は僕が赤色、親指くんが緑色っていう感じでいきましょうかね。で何をやるかっていうと、このレシピを作っていかないといけないんですよ。このピザを作っていかないといけないんですよ。で例えばトッピングがね4種類あります。オリーブと、あごめんなさい、これがサラミ、ごめん、サラミとオリーブとペパロニと、これチーズじゃないです、パイナップルです。さあそしてこちらですね、マッシュルームが入っています。この5つからトッピングカードは構成されているんですね。はい、大丈夫でしょうか。でこの5つがありまして、このピザをね作っていくんですが、例えばこのピザを作るんだったらば、
オリーブが4枚とサラミが1枚必要なんです。オリーブと4枚とサラミ1枚でこのピザは完成となって1点ゲットなんですね。例えばこれだったらばマッシュルーム4枚とサラミが1枚でこのピザが完成で1点ゲットとか、これだったらば全種類ですね1枚ずつ必要であったりとか、まあいろいろありますね。こういうジョーカー扱いのものとか、これだったら何でもいいから15枚以上必要とかね、いろいろピザによって条件があります。でプレイヤーごとにそのカードの構成は一緒なんですけれども、例えばこの親指くんだったら緑なので基本的にどれもペパロニが必要になってきたりするんですよね。で逆に僕は赤のプレイヤーなので、赤プレイヤーはですね基本的にどれもサラミが必要になってきたりするんですよね。まあ構成はカードの構成としては一緒なんですが、そんな違いがあったりします。で、まあ、準備といたしまして、このレシピカードをまずですね各プレイヤー全部で8枚あるんですね。このレシピカードは全部で8枚あります。だからこれ作れば1点得点なんですよ。だから最高8点ゲットなんですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 8個のピザを作ることができればマックスで8点ゲットすることができます。まあこれ8個作るのなかなか難しいんですけどね。でこんな風に裏向けて自分の手元に置いておきます、山として。でこのトッピングカードをですねよくシャッフルしまして6枚ずつ配りましょう。2,3,4,5,6 となっています。さあそして配り終わりましたら、もちろん自分だけが見てくださいね。自分だけが見てください。まあ、一回こうやって向けておきましょうかね。表自分だけが見えるように持ちまして、でさらにこの自分の手元のレシピカードから1枚めくってください。これが自分だけが見えている状態です。はい、これでセットアップが完了ですね。はい、で自分の番になりましたら、ここに架空のですねピザの窯があると思ってください。はい、ピザの窯があると思ってください。でこの窯はピザを焼くための窯はですね全プレイヤー共通です。ここの窯にみんなレシピを全員一緒の窯に投入していきます。そうなんです、これはですねピザを作るゲームなので、このトッピングを集めていくと思いきや違うんですよ。ピザを作るので集めないんですね。窯に投入、焼いていくっていうイメージのゲームですね。はい、じゃあ自分の番になったら何をするかっていうと、このトッピングカードをですね窯にボン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 と突っ込んでいくんですよ。で突っ込んでいくんですが、出せるときにはですね最低1枚はまあ出さないといけないですね。最低1枚は出してください。で出しましたら、まあ、基本的に自分の番が終わって相手の番で、相手も出したら僕の番っていう感じです。でこの山札がなくなるまでやっていきます。山札がなくなったら第1フェーズが一旦終了っていう感じなんですね。でこれ出すんですが最低1枚です。で2種類とか3種類は出せないんですよ。1種類しか出せないです。1種類しか出せないですが、1種類だけなのであれば何枚出してもいいです。だからこういう風に3枚出すこともできるんですね。ただし出せるのは1種類だけなので、そのあたりは気をつけてください。で例えば今じゃあこういう風にこれをマッシュルームを僕2枚入れました。こうやって表向けて出していきます。で出してこのピザができたなって思ったら、このレシピカードを出していくんですよ、表に向けてね。はい、でここへどん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 カード重なっていきます。下のカードは見えないです。なのでこの辺りが記憶力ゲームなんですね。はい、だからこの下のカードでですね、今まで出されたカードでこれと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 これ1枚ずつ出たなと思ったら、自分のレシピカードを出すことができるんですね。出すことができるっていうか出していいんですよ。はい、このまあレシピカードは自分の直感と記憶力で出していってください。まあまだできていないなと思うので出しません。さあ次親指くんの番ですね。親指くんも1枚引いておきましょうか。さあじゃあ親指くんはどれにしようかなーつって、俺は15枚以上必要なのかってなるんですね。でじゃあパイナップル1枚出しておきましょうか。で1枚引いて終わりですね。ごめんなさい、この人も1枚引くの忘れてましたね。こっちですね。でこの引くときになんですが、カード引くときに、まあ自分の番終わったらカードの補充があるんですが、引くときにこのレシピカードから引いてもいいし、こっちから1枚引いてもいいです。両方から引くっていうのはできないんですが、どっちからか1枚か引いてください。まあこっちレシピカードねたくさん持っておけば、まあ可能性としては広がってきますよね。うん、じゃあ次また僕の番なんですが、
うん、どうしようかな、これこれできてるな、まあこれね見ちゃダメなんですよ、こういう風にやっていきましょう。でまた1枚引いて終わりです。だからこの出されたカードをねしっかりと覚えていかないとダメなんですよね。何やそれもう忘れてきたなみたいな、これね僕弱いんですよ記憶力系のゲームね、割ともうすぐどん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 忘れていくんですよ。で確かまだオリーブ出てなかったよな、じゃあ出しとくかオリーブっていう感じでやっときます。じゃあ次が彼ですね、彼がサラミを出しました。じゃあ俺ちょっとこれだけやと心もとないからこっちからも引いとくかみたいな感じで手番が終わります。で次、もう全種類確かできてたような気がするなとか思ったらここで出しといていいんですよ。はい、それでじゃあ今レシピカードがなくなったからじゃあこっちから1枚引いとくかって感じで自分の番が終わって、また親指くんが1枚でこれ出すんですが、どんどん重ねていきます。はい、どんどん重ねていきます。でこれねやっぱりトッピングだ出すだけじゃダメなんですよ。このレシピカードを出していかないと完成にはならない、得点にはならないので、だからある程度記憶力と決断力が必要になっていくんですね。だからもう正直ね全部覚えていくのは無理なので本当に勢いです。もういったれっていう感じでこのレシピカードを出すことが大事になってくるんですよね。はい、でそんな感じでまあねちょっと雑に、飛ばしていきますが、まあどん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 こうやって山が進んでいくわけですよね、こういう風に。はい、でどん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 こうやって重なっていくんです。でレシピカードも出しつつこういう風に一旦山が終わりましたね。そうしたらまあちょっとな手元持ってることもありますよね。はい、ってなったらこれで一旦一つのランフェーズが終わるんですよ、第一フェーズ。こっから第二フェーズが始まります。さあそうすると何をするかっていうと、これを今から答え合わせです。ちゃんとピザができてたかなっていうのを確認していくんですね。じゃあ1枚ずつ表向けていきましょう。で種類ごとに見ていきます、置いていくんです。はいはい、さあサラミが出てペパロニが出てオリーブ出た。はい、次なんだこれが出た。さあここで僕のカードレシピカードが来ましたね。さあ得点できているのか、今マッシュルームサラミパイナップル、オリーブ、ペパロニ、1枚ずつありますよね。よかった、得点できてたってなったら、これを得点として1点ゲットすることができるんですね。これでこのレシピカードはもう使うことができない、もう得点として確約されました。でこの出たレシピは、はい、こういう風に捨て札に行きます。そうなんです、だからここがこのゲーム難しいんですよ。もうできちゃったやつは抜かれていくので、抜かれた分も考えて出すときはレシピカードを出していかないといけないんですよね。で続きどんどんやっていきましょう。さあまたペパロニが出てオリーブが出てマッシュルームが出て、サラミが出てマッシュルームが出てパイナップルが出て、さあ僕できてるか。さあここで15のカードが出ました。これは15枚以上ないといけないんですね。ここに 1,2,3,4,5,6,7,8 枚しかない、できてない、うわ失敗やって思ってもご安心ください。このゲーム記憶力だけじゃなくてちゃんとバランス調整、この辺がうまいんですよ、さすがウベローゼンベルク。さあどうなってるかっていうと、この時に手元に何枚かカードが残ってる場合もあるんですよね、第一フェーズ終了時に。でその時に材料が足りなければ今追加で出すことができるんですよ。まあもしくは出したくないなら出さなくてもいいです。で出すことができて、それで完成させれば得点として得ることもできるんですが、この場合15枚以上なので手元に3枚しかないので完成させることができないんですね。だったらば出さない方がいいんです。だからこれは失敗なんですね。さあ失敗したカードはもう二度と得点にならないかっていうと、そうじゃなくて、このレシピカードの一番山札の下に行きますね。だからまた次引いた時に、得点としてなることができるかもしれないんですね。でこっから続行です。でどんどんやっていきましょう。ペパロニが出てペパロニが出てペパロニばっかりやな。サラミが出て、サラミが出てサラミが出てパイナップルが出てパイナップルが出てパイナップルが出てオリーブが出て、何が出る？マッシュルームが出て、オリーブが出て、サラミが出て、パイナップルが出てっていう感じになりました。さあ、今度は緑プレイヤーどうでしょうか？さあ、サラミ4枚にペパロニ1枚。さあ、できてるでしょうか？サラミ、1、2、3、
4ありましたね。さあそしてペパロニも1枚あった、よかった、親指俺完成できてたで、やったぜってなって、こいつも得点ゲットすることができるんです。でもちろんこのできたやつは捨て札としていきますね。でこれね、ちょっと分かりやすいタイミングも最後までやっちゃいましょうかね、ちょっと少ないのでね。でペパロニ、サラミ、サラミ、オリ、ペパロニ、サラミ、オリーブ、マッシュルーム、ペパロニ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 、マッシュルーム。まあこんなことはねあんまりないんですけど、実際もっとねレシピカードで、ね、結構出すと思います。で、はい、さあ次こいつですね。僕だったらばオリーブが4枚ギリギリありました。なんとかセーフです。まあもしなかったとしてもね、最悪この手札からねあれば出すことができるのでね、安心です。で、オリーブ4、これはオリーブ4枚にサラミ1枚です。さあありましたので完成することができました。これも得点としてゲットです。僕今2点ゲットということですね。さあゲーム続行です。でマッシュルーム、パイナップル、オリーブ、オリーブの、さあどうでしょうか。さあ親指くんの番です。親指くん、オリーブ4枚にペパロニ1枚、ペパロニはめっちゃあるんですが、オリーブが2枚しかない。さあじゃあ親指くんどうでしょうか。手元にあるのはオリーブがないんです。完成させることが親指くん残念できなかったですね。さあこれが山札の下に行って、また次回にチャンスが回ってくるっていうところですね。さあどんどんやっていきましょう。わあオリーブここで来てたんですね。惜しかったね親指くん、惜しかった。もうちょっと後にね出してればね完成させることができてましたね。さあそしてサラミが出て、パイナップルが出て、パイナップルが出て、オリサラミが出て、パイナップルが出て、オリーブが出て、オリーブが出て、ペパロニ、パイナップル。まあ実際こんな風にはないです。もっと少ないです。もっとレシピカードを出すてるのでね、消化されてると思うんですが、で一旦これで第1ラウンドが終了です。でこのゲーム意外と長くて、あと2ラウンド、合計3ラウンドやります。ただね安心してください、これ同じことやんのと思いきや、このゲームテンポがどん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 良くなっていくんですよ。っていうのもこの出されているカードは一旦まとめます。はい、よいしょよいしょと、こういう風にまとめちゃいます。でこのまとめたやつはもう最初から釜に投入されているっていう感じになるんですね。だから2ラウンド目で使うのは先ほど捨て札になったやつだけです。これだけ、はい、これしか使えませんので、どん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 ねゲームが加速していくんですよ。2ラウンド目3ラウンド目に進むにつれて、だからこの辺はウベ・ローゼンベルクの一緒の作品ですね。ボーナンザ、ボーナンザなんかもね、あれも3回山札切り直したりすると思うんですけど、あれも使う山札どん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 減っていくので、ゲームが加速していく感じですね。ウベ・ローゼンベルクらしい記憶力のゲームになっています。でも実は意外と記憶力よりも大事なのはこの勢いなんです。このレシピカードを出すかタイミングなんですよね。今できてると思うねんけどな、イッタルカーでできてた時のほらほらなほらなっていう感じなんですよね。でもね本当に2人でやるとより濃厚な戦いになるし、5人とか大人数でやると、もう誰が何のカードを出したかなんか本当に覚えられないので、レシピカードも入り乱れ、いろんなピザができて、これはね本当に僕ね大好きなゲームですね。2人でやるのもおすすめやし、大人数でやるのもおすすめです。とにかく面白い決断力と、そして記憶力のウベ・ローゼンベルクのマンマミーア、ぜひこちらもクリスマスにお楽しみください。さあそれでは最後ゲシェンクのルールをねご説明していきたいなと思います。さあこのゲシェンクはですね、3から7人用のゲームですね。プレイ時間はだいたい20分のかなりお手軽な、ルールもシンプルなゲームになっていまして、対象年齢は8歳以上となっています。で3から7人用となっているんですが、僕的には最低5人は欲しいかなってところです。まあ4でもいいかな、でもまあ5は欲しいところですね。5人以上でぜひ遊んでいただきたいゲームなんですが、で5人以上がおすすめなので、今回はですね、僕渡辺とイカちゃん、親指くん、そして鉛筆削りくんと、もう一人ご用意しました。こちら、はい、可愛いでしょ、幸せの青い鳥くんですよね。はい、この子が参戦します。これね実はボールペンになってるんですよね。さあこの幸せの青い鳥くんも含めた5人で今回はねプレイしていくっていう風にやっていきましょうか。さあまあこのゲシェンクはですね、コンポーネントといたしましてはカードが入っていますね。裏面が可愛いリボンのマークですね、プレゼント。まあゲシェンクというのはですね、日本語で、まあドイツ語なんですけれども、日本語で贈り物という意味なんですね。ただこの贈り物、実はありがた迷惑な贈り物になっているんです。後ほど説明していきましょう。でまあカードと、あと
このチップが入ってますね。まあ、このチップはですね、プレイ人数によって初期最初に持ってるね枚数は違ってくるんですが、5人プレイでやる場合はですね、各自11枚ずつ持ってのスタートになります。で、このカードはですね、実はすごくシンプルなんですね。数字が書かれています。で、3から35が1枚ずつです。3から35の数字が、1枚ずつある構成になっています。ただこのゲーム全部を使うわけではなくて、最初にですねランダムで、よくカードシャッフルですね、ランダムで9枚抜きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚抜きます。で、この抜かれた9枚は誰も見ずに山札じゃない箱にねしっかりとしまっておいてくださいね。この抜かれた9枚というのは後々かなり味噌になってきます。さあ、誰も見ずに9枚抜きましたらゲームの準備が完了です。で、このゲームは何をしていくかっていうと、いかにマイナス点を少なくするかっていうのが大事になってくるゲームなんですね。このチップっていうのは1枚1点なんですよ。で、最初に11枚ずつ配ってるって言いましたよね。だから各プレイヤーはですね、最初11点を持っているところから始まります。そうなんです。で、このカード、例えばめくったら10って書かれてましたよね。さあ、このじゃあ10のカードをゲットしたら10点ゲット。ノー、違います。逆なんです。先ほど言いましたよね、ありがた迷惑なプレゼントなんですよ。皆さんもありませんでしたが、子供の頃ね、サンタさんからもらったプレゼント、いやこれいらんねんけどな、ってか俺の望んでたんこれじゃないねんけどな、みたいな、そんなプレゼントあったじゃないですか。まさしくそれだと思ってください。いらないんですよこれ。逆です。10点プラスじゃないです。これを引き取ってしまったら10点マイナス点になってしまうんですよね。だからゲーム終了時この状態で今終わったとしますよね。さあ、そしたらプラス点が2、4、ロー、ハー等の11点あるわけですよね。でもこれ10点マイナスなので 11-10 の実質1点だけという得点になってしまうんですよね。まあこれね、このゲームプラス点で終わることの方が結構珍しいかなと思います。いかにマイナスを抑えるか、被害を抑えるかっていうゲームになっているんですね。そう、とにかくこのカードは引き取らない方がいいゲームです。では細かく説明していきましょう。さあ、これでセットアップが完了で、まず1枚ペラッとめくってください。スタートプレイヤーの人がめくりました。じゃあ今回僕渡辺がスタートプレイヤーでいきましょう。さあ、スタートプレイヤーはですね、何をするかっていうと、この10引き取りたくないですよね。引き取りたくないならばどうすれば、自分の手前に引き取りたくないならばどうすればいいか、簡単です。チップを1枚出せばいいんですよ。そうです、これで自分の番が終わりです。チップを出せば引き取らなくて済むんです。これだけなんです。で、重要なことを言うの忘れてました。このチップはですね、今回ちょっと分かりやすいように見せているんですが、非公開情報です。だからポケットに入れるなり、まあ、つっかいをね、置くなりして見えないようにしておいてくださいね。はい。で、1枚出しました。これで自分の番が終わり。で、時計回りに行きましょう。じゃあ次、幸せの青い鳥くん。どうしようかな、どうしようかな。俺もこの10点マイナスになりたくないな。じゃあ出します。じゃあ次、親指くん。俺はどうしよう、まだいらんな。引き取りたくない、親指くん引き取りたくないなと思いました。で、イカちゃんが引き取りたくないなって悩んでました。でもイカちゃんはうち引き取るわって決めたんですよ。さあ、そしたらイカちゃん引き取ること、出さないで引き取るということを決めました。さあ、そしたらですね、イカちゃんはこのカードだけを引き取るわけじゃなくて、一緒に乗っかっていたこのチップも全て引き取ります。そうなんです。だから引き取ると、まあもちろんね、マイナス、そのカードに書かれている点数最終的にはマイナスになってしまうんですけれども、だから実質これ10がマイナスですよね。でも4枚ついてくるので、実質 10-4 で6点のマイナスっていう考え方にもなるんですよね。だからまあチップもついてくるので、まあお得っちゃお得かもしれないですね。はい。で、チップもゲットすることができるんですよ。で、次イカちゃんの番ですね。またイカちゃん引き取ってめくりました。で、いらんからチップ置きます。で、僕もいらないからチップ置きますっていう感じで、どんどん行きます。で、やることは簡単です。チップを出して引き取らないか、もしくはチップを出さずにカードと出されているチップを一気に引き取るかっていう、これだけなんです。たったの2択です。
この悩ましい二択なんですよ。何が悩ましいかっていうと、もう本当にマイナスをね抑えるために考えていかないとダメなんですよね。うん。でこれさっきチップ非公開って言いましたよね。なぜならば、まあこれねチップな、もし自分の番が回ってきた時にチップが1枚も残ってたとするじゃないですか。そうしたらもう強制的に引き取らないといけないんですよね。なぜならもうチップ出せないから、自分のとこにないからね。ってなった時にこれをちゃんと非公開にしておかないと、あいつ次の手番でもうチップないから、もう絶対引き取るやろ、じゃあ俺今引き取らんでいいやんっていう風になっちゃうので、必ずチップは非公開にしておいてください。この非公開になることによって面白いんですよね。この会話として生まれるのが、自分も次チップないやろな、ないやろ、いやあるし、いやあるからみたいな、全然あるからみたいな、あのちょっと余裕ぶっこいて実はなかったみたいな時、結構ね笑いが起きたりするんですよね。だからちょっとチキンレース的な要素がこのゲシェンクにはあるかもしれないですね。まあこんな風に最後までやっていきまして、これが最後のめくられて最終、まあ全員にこれ配られますよね、最終的にね。でこれでやって最後得点計算をしてやって、ゲーム終了で一番マイナス点が抑えられてた人が勝ちっていうゲームなんですが、このゲームのミソはここからなんですよ。うん。例えばなんですけれども、まあちょっとね今分かりやすく説明すると、今僕がこういう風に持ってたとしますよね。はい。そしたらまあちょっと一回チップ除いてね計算しますけれども、33のカードと35のカードを持ってたとしました。そしたら僕の今マイナス点って33たす35なので68点なわけじゃないですか。68点なんかかなりでかいですよね。このゲームのカードの構成って3から35なんですよ。一番マックスのマイナス点、一番でかいと思ってるんですよ。さあもう68点なんかもうありえない点数なんですよね。ってな時に、そんなさなかですね、仮にこの34というカードが出たとしましょう。そしたらばですね、僕はこの34を是が非でも欲しいんですよ。なんでって思うでしょ。そんな渡辺さん、こんな33も35も34も取ってしまったら、合計何点？マイナス102点になってしまいますやんって思うかもしれないでしょ。違うんですよ。なんでこれ今33と35が手元にあって34が欲しいか。なぜならば今ここで34をゲットできれば、35、34、33と数字の連鎖が決まりましたよね。さあそうなった場合どうなるかっていうと、数字の連鎖が決まったら一番小さい数字だけのマイナス点で済むんです。となった場合、僕は34をゲットすることができれば、そういうこと、33点マイナスだけで済むんですよ。だから34が絶対今欲しいんです。このルール、ここが面白いんですよね。で、それと同様に、次ですね、もし32というカードが出てきたら、僕は33じゃなくて32がマイナス点としてなるんですよね。つまりこのゲームの面白いところ、ここが一番の魅力なんですよ。とにかく連鎖を作りたいんです、数字の連鎖をね。ただ単に引き取ってそれがマイナスじゃないんですよ。この連鎖ができた時、引き取れた時の気持ちさ、良さが本当に面白いんです。でもこのゲームの面白いところがこれです。35、33となってますよね。ってなったらば、ここのチップは非公開なんですけれども、このカードっていうのは手元に公開されています。ってなると他のプレイヤーは丸分かりなんですね。あいつ渡辺絶対今34欲しいやろってなるわけですよ。このゲーム、ここが一番面白い。あいつ欲しいやろ、じゃあ俺ちょっと嫌がらせで俺が34もらっといたろうっていうのもなってきたりするんですよね。だから自分な、だから仮にね、誰これ、鉛筆削り君が34自分が食らうけれども、渡辺さんのマイナスを少なくするか、自分が食らってでも渡辺さんの被害を大きくしたいかっていうのを考えるのがめちゃめちゃ面白いんですよね。もうね、ゲシェンクね、素敵な贈り物じゃないんですよ。こんなに意地悪し合えるプレゼントのゲームがかつてあったでしょうかっていうぐらい本当に面白いんですよね。でさらにこのゲームを面白くしてくれるのが、もう伏線回収のようにいきますけれども、最初に抜かれた9枚なんですよ。これランダムで抜かれてるんですよね。だからもしですよ、もしこの9枚の中に
34が入ってたとしますよね。でこの抜かれてる9枚は誰も見てないんですよ。だから僕はこれ今引き取ったけれども34がこの後ゲームで出てくるかどうかっていうのはわからないんですね。出てくる可能性にかけても僕は今こうなった場合はプレイしていくしかないんですよ。そうでゲーム終了時にこれが公開されてこの9枚ねゲーム終了時に公開するんですけど、うーわ34抜かれてたか、やっぱり抜かれてたか、こうへんかったかっていうのもあったりするんですよね。そこの抜かれる9枚が本当にこのゲシェンクを素晴らしく面白くしてくれるんですよ。いやゲシェンクね面白いです。とにかく数字の連鎖ができた時の気持ちよさ、そしてあいつあれ狙ってるやろ、じゃあ俺が引き取った問いたるわっていうこの意地悪の試合と、あとこのチップを隠してお前も自分チップないやろな、言うてみ正直ないやろな、いやいや全然ある全然ある、いけるしいけるしで、ね、チップなかった時のこのドボンした時の盛り上がり、このゲシェンクは本当にぜひ5人以上でクリスマスにぴったりです。本当にねリボンなんですけれども皮肉な皮肉なこのゲシェンクというね贈り物というのに込められたこの最高の僕大好きなゲシェンク、ぜひクリスマスに大人数で遊んでみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。まあどのゲームもかなりどれもね種類ごとによって違った面白さがあるのかなと思います。まあマンマミーヤは記憶力と直感力が求められたりするし、ゲシェンクはですね、まあ本当にシンプルな2択なんですけれども、その2択が深く悩ましいんですよね。めちゃめちゃ深いジレマを味わえるゲームになっているし、まあニューヨークスライスかな、でもこの今日紹介した3つの中で一番頭使うのどれですかってなったら多分ニューヨークスライスだと思います。さっきもちょっとご紹介しましたが、切り分けるとき本当に悩むんですよ。あのヒリヒリする感じをね、ぜひクリスマスだけれどもぜひですね味わっていただければなと思います。本当にどれもおすすめです。皆さんの過ごす素敵な方と過ごされると思いますので、その方と誰と遊ぶのか、そして何人で遊ぶのかっていうのを考慮した上で、素敵なね、今日紹介した3つのボードゲームの中からどれか1個でもね遊んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいと思いますので、あなたの素敵な方と素敵な大事な方とのクリスマスのボードゲームをぜひ、お楽しみください。今日もですね長い間お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルではですねいろんなボードゲーム紹介したり、僕のテレビの、ゲームね大好きなのでそれの話ゆるっとしたりとか雑談とかゆるっとふわーっとやっていきますので、ぜひよかったなと思ったら高評価残してください。あとコメントもね毎回楽しみに読んでますので、何かしらねコメント残していただけるとめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録をねしていただけると本当に嬉しいので、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ今日もですね長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。皆さん素敵なクリスマス、最高の夜をお楽しみください。ぜひ次回も見てくださいね。以上ホーム 221B の渡辺でした。ほなー。